2005年、トレギエでのパルドン祭りパスカル・ダニャン・ブーベルの描いた、パルドン祭りの様子パルドンに参加する子どもたち1988年、バッツ・シュール・メール・パルドン祭りとは、フランス・ブルターニュの典型的な巡礼の一つ、庶民のカトリック信仰に根付く伝統的な行事である、ケルト人のキリスト教家がキリスト教聖職者によって行われた時代に遡るという、 非常に古い起源を持ち、アイルランドやニューヨークで行われるセントパトリックデーのパレードと比較される。その名前が示す通り、パルドン祭りとは国会を示している。信者たちは、聖人の墓や聖人に捧げられた場所に向けて巡礼する。その場所は、ケリアンのように、奇跡の出現と関係している場合もあるし、生物と関係している場合もある。 国会者の旅行は教区ごとの集団、信徒団体、その他の団体で、旗印、十字架、その他巡礼を表すものを掲げ、どの団体も、華麗さ、高潔さのため他者と競い合う。巡礼更新のように、指定された場所で落ち合うまで巡礼は解散せず、信仰のなせる技として旅する努力を提供することで、名高い聖人から取りなしを得ようとする願望を象徴しているのである。 これは、地上の人間たちは、天上の王国か新たな約束された地へ向かって、旅を続ける状況にある、とみなす、キリスト教徒の考えを反映している。この説に従うと、巡礼者たちはミサに出席する前に、聖職者に対して、罪を告白するよう進められている。そしてその後に、厳粛な夕べの祈りがしばしば続く。彼らは免罪を授かり、集団は、 キリスト教徒の救済を喜ぶために、コミュニティの祝宴に加わる。これは、村祭りか、移動遊園地にすら似ている体系をとる。パルドン祭りの代表は、教会の行位聖職者が慣例として務め、彼らは、パルドヌールという称号を持つ。もし行列に聖遺物が含まれていたら、パルドヌールは後進の間聖遺物を運ぶのが、通常のことである。大部分の巡礼では、 この生物を運ぶという名誉は、多様な社会集団を代表して、最も優れた人物とみなされるものへと巡ってくる。一部のパルドン祭りは、8月15日の聖母の、非常天日のような有名な宗教行事の最中に、開催される。パルドンは、聖母マリアへ捧げられ、通常、聖母、マリアの母で、ブルターニュの守護聖人、聖アンヌへ捧げられたパルドンが続く。しかし、 パルドンの大多数は地元の聖人へ捧げられる。なぜなら彼らの守護聖人としての役割は特定の人々やその活動を保護するためにあるからである。トレゴールで6月上旬に聖ギルダスへ捧げられたパルドンがあり、結婚に関する若い女性の守護聖人、聖ギレックのパルドン、そして個々の教区の守護聖人へ捧げるパルドンが行われる。トレギエの 聖意部のパルドンは彼にちなんだ世紀の国会である。その影響は今や国際的で世界各国からやってくる何千もの有名無名の巡礼者らが聖意部の生誕地のある教区で彼の墓に猛出る。その他の有名なパルドン、パルドン祭りは19世紀フランス美術における人気の主題であった。祝祭のために地元ブルターニュの人々は 伝統的な服装を着飾り、野外での祭りに繰り出していったからである。ジュール・ブルトン、パスカル・ダニャン・ブーベレらが、パルドン祭りの光景を数作描いた。ポール・セルジエや、ポール・ゴーギャンといった、ありがとうございます。